タイムも車のステップも設計してますので、はい、ワンピースが動きそうになるようなちょっと面白いです。そうですよね。まあ、車もタイム的にも設計してるし、車的にも分かりません。はい。さあ、全部で10台ということです。スタートの選手、ちょっとスタートミスしましたね。さあ、加藤がまず立ち上がってきた。そして北村、その後ろに松永ですね。はい、そうです。なかなかね、これ、しゃべる顔じゃないと分からない。